これでベアトリーチェとやらが打って出るだろうってのほとんどは想定できた。そうね、結局徹夜しちゃったわね。朝食を取ったら一度お休みになられてはいかがですか。そうだな、顔でも洗ってくるか。なんだこりゃ、ひどい匂いだな。一体どこから匂ってるんや。なんですかこれは。厨房の方にはまだ誰も来てないわ。何よこれ。この悪趣味な落書き、ボイラー室の扉にもあったのよ。他にもあるんか。ボイラー室は鍵がかかってる。匂いはそこかららしいが、故障だとまずいんじゃねえか。ここも鍵がかかっとる。私、子供たちが気になるわ。見てくる。私も一緒に行くわ。ならわしも。俺たちは屋敷の中を調べてみよう。子供たちは無事よ。他の部屋も異常なしや。どうかしたんですか。親父の方はどうだ。ダメだ、何の反応もない。使用人の姿も見当たらん。お父様も使用人も姿を消した上、屋敷中にはおかしな魔法陣。そして魔法陣がある部屋には全て鍵がかかってる。使用人室にあるはずの鍵がありません。な